前回リペイントしたこのムスタングちゃんにね、今日デカールをね、貼って、完成と。このモデルが、モデルってガイドっていうのかな、ガイドがあるので、これを見ながら、いやでもね、俺めちゃめちゃね、苦手だからミスる可能性があるデカール。めっちゃむずいよね、デカール貼るので。お水でしょ。で、マークセッターに、あとは、あ、デカールちゃんと、カッターか。カッターいるね。カッター。カッター、デカール使うやつ切る。これも使うの。よし。まあ、とりあえず全部切ろう。全部切り出そう。これを。これで全部切り取ったような使うやつは。こっちは使わないのか、文字。下のテキサス州空軍の方は ANG の631っていう番号がね、あるんだけど、それは使わないの。これ付けたかったな、このデカいの。まあ、いいや、とりあえず使うデカール全部ね、取ったので、あとは、濡らして、あ、その上にマークセッターをね、塗って、マークセッターをちょっと取って、羽の部分から塗ろうか。マークセッターをささっと塗りまして、そして、デカールちゃんを、水にね、これ使うので、これをね、これを、パッと、あ、入れすぎた。いや、ちょっと待って、離しちゃった。危ねえ。で、この線のところに一直線に貼ります。だって、やばい!また、ちょっと待って。やばいぞ、こう線の、なんとかなったかな。あとは乾燥するまで触らず。やっぱデカール貼ると違うね。めっちゃかっこよくなるわ。いやでも細かいとこ知るかもしれない、この辺とか。この辺とかマジ貼れるかな。まず機体の横から貼ろうか。一応ね、貼れたんだけどさ、ちょっと曲がってんの。よし、こんなもんだね。オッケー。でさ、ここにさ、番号貼るんだけど、この番号がこうなっちゃったの。これもう、ダメだよね、もうね。くそー、ここにね、貼る予定だと番号がね、ちょっと、ミスってこうなってしまって、ここだけ貼れなかったんだよな。マジムカつくわー、もう一個ゲットしない、これ。もう一個同じのゲットしたら、シール同じの手に入るからさ、ちょっとここ貼りたいよね、デカールね。で、あとは反対側も同じく、こっち側ちょっとミスないようにしてたら、番号ね。今度はね、うまく貼れたぞ、番号。よかったー。大丈夫だよな。反対側ちょっと番号ミスったけどね、こっち。まずは、マークセッターちょっとチラッとね、塗りまして、チラッと塗って、あ、塗りすぎたかな。塗りすぎるとなんか浮いてくるから、ちょっと、あんまりね、塗りたくないんだよね。で、このシールをね、水に、あ、やべ、またやっちゃった。あ、浮いてくる。危ねえ。で、こう置いて、で、ここに、ちょっとね、貼ります。あ、やべ、また折れたかもしれない。ちょんちょんとね。あんま強くね、やるとずれちゃうからね、ちょんちょんみたいな感じで。ちょんちょんみたいな感じで、こう、拭き取って。ちょっとずれてるかな?もうちょっと下にする。あ、待って、なんか折れてる。折れてないか、これ。これで大丈夫かな?よれてるところも治ったし。よし、デカールできた!デカールできたぞ。で、ちょっとどこもでもいいんだ。ちょっと待って。デカールできたから、あとはプロペラを戻して、これ、さっき撮ったから戻して、台座にセッティング。よし、なんとかできたな。一箇所だけちょっとミスっちゃったけど、他うまくできたんじゃないかなとね、思うな。いやー、どうだろう?いい感じだね。やっぱ、全然ほんと違う。デカールすごいね。デカールのパワー、ちょっと苦手なんだけど、デカール貼るの。でもまあ、こっち側はうまく貼れたかなと思うね。最後にそうだ、トップコートっていうか、スプレーして終わろうかなと思ったんだけど、どれがいいかな?光沢か、半光沢か、艶消し。機体って艶あった方がいいんかな?でもテカテカしてたら変かな?別に艶出てないしな。艶消し、光沢あった方がかっこいいかな?どうだろうな。まあ、半光沢にする。半光沢で行こうかな。では行きましょうか。マスクもね、ちゃんとつけてね、やらないとね。タイからね。持って拭いた方がいいか。下のスタンド、まあ、一回持つかな。持ってやるかな。こう持って。これ乾いたよね、デカールね。デカール乾いてなかったら剥がれるかな。全部乾いたと思うんだけれども、ちゃんと。あ、大丈夫ね。乾いてる。よし。それでは。よし。どうもいいかな。よし。これどうかな?やべえ、全然違うね。
やべえ、マジで全然違う。うわ、やってよかった、反光沢の。てか、光沢でもよかったかもね。やっぱシルバーボディ、お、すげえ、なんかリアル金属に見えない。すげえ、リアル金属っぽくなった。うわ、全然違うね、やっぱね、トップコートやると。これ、反光沢失敗したかも。光沢の方が良かったかもしれない。これ先っぽも、なんかプラスチック感丸出しで出さかったんだけど、ちょっと取りかけて、取りかけてるのはあれだけどね。全然、チャッチクなくなった。プラスチック感なくなってるよね。うわ、トップコートすごいなぁ。リアル金属みたいになってる。これ先っぽのなんかちょっとしょぼい感じがなくなったよね。ここ、すごい気に食わなかったね。これだったらメタリックレッドとか塗らなくてもいいかもしれない。すげえいい感じになったわ。すげえ。でこれ線に沿ってこうピタッて貼れるから本当にペイントしてるみたいだよね。めちゃめちゃかっこいいわ。おお、やっぱデカールすごいな。貼るのは大変だけど、やっぱ完成度がこんなに高くなるよね、貼るとね。めちゃめちゃかっこいい。すごいかっこいいわ。